なんでマスクつけてるのかな。本日は帝国で始められるそうです。はい、こんにちは。こんにちは。SDGs ストリームチャンネル。今日は帝国で、グリーンテクノロジーの森下です。SDGs ビジネス総合研究所の村井です。Eプロジェクトの水野です。はい。お盆どうでしたか？大変でしたよ。もう本当にランニング中に、お手洗いによって、iPhone 8を落としてしまってですね。その場で五輪中になられました。それガラスは割れただけじゃないですか。はい、違います。もう画面真っ黒です。はい、電源オフもできませんでした。iPhone12 に。それ落として拾おうとして踏んづけたんじゃないですか。いや、もう鋭角に落ちました。角っこから。ランニング中はカバーをつけずに袋に入れて走ってますからね。もう本当に。でも良かったですよ。これで iPhone12 に切り替え。でも一番ショックなのは、森下さんに教えてもらった LINE の、 名刺アプリに、はいはい、前日の夜に全ての名刺を全部入れたんですよ。はい、はいはい。で、それで落としてですね、しまって、その時の、LINE のブリッジですよ、あれね。はい、ブリッジの、復活が新しい iPhone12 でさせようと思ってですね、その時の、パスワードとか、あれ、ID が出てこないんでですね。今、唯一、その LINE の名刺がせっかく入力したので、ね、広島行こうかなと。うん、ウェブにも、LINE ブリッジは、ログインできるんですよ。うん、できますね、はい。パソコンから。ただ、ユーザー名とパスワードがないと。はい、そうなんですよ。だから、一旦入力したんですよ。これかなと思って。はい。そしたら、全然、真っ白に出てきたんで。だから、入力した時点の ID とパスワードでいけばつながるってことですよね。はい。それをコンピューターでやりました？いや、やってなくて、まあ、広島行きます。いやいや、行っても多分パスワードわからんかったら無理だと思いますけど。いや違う、あの時にね、あれで、Apple ID でそのまま入っていった気がするんですよ。森さん一緒に入力したじゃないですか。これがいいよって。LINE のマイブリッジを。Apple ID でだから入れたら行くのかなと思ってるんですけどね。あれはですね、ウェブからもログインできるんですよ。うんうん、で、その時に Excel にダウンロードっていうのをちょいちょいやらないといけない。そう、やってなかったんですよ。またこれからしようかなと思ってて。はい、まあまあ、1000枚ぐらいだからまたやってもいいかもしれませんけども、あの時に、ブリッジに入力した ID とパスワードが合ってれば、また、新しい iPhone からでもつながっていきますよね。ですね。はい。ですね。はい。やってみます。もうそれだけ。私の場合は会社で共有してますから。素晴らしい。僕が会社にも誰かが持ってるんで。そうですよね。あの時なんで登録したかわからないですよね。LINE とつながっててもダメですよね。マイブリッジはマイブリッジですよね。LINE の仲間ではありますけどね。うん、そうですよね。わかりました。いいです。大変でしたね。大変でしたよ。もう初め死んだかと思いましたよ。iPhone12 の何の機種にしました？ん ?iPhone12。12の。ちなみに僕はミニにしてますけど。僕はミニにしません。大きい画面が欲しかったんで。いや、もうミニじゃないとスーツの内ポケット入れたら。もっとでかいの買ってやろうかなと思ったんですけどね。うん。なんか変なの出てましたね。もうこんなのダメでしょ。今のやばい写真が出ますよ。まあ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 。はい。今のちょっと後でカットしておいてください。かなり難しいですけどね。はい。はい。生放送。でも本当、はい。どうにか、8割方、はい。はい、リカバリーします。とにかく、あとはブリッジですね。はい。はい。はい、今日の話題は、これです。ですね、環境省じゃなくて、環境省が温度を取った国と地方の、なんか、温暖化の会議みたいなのがあります。
そこがまとめた報告書がありまして、これは地方の小規模市町村のカーボンフリーのイメージです。うん。まあ、ここに書いてある単語をこう、眺めて、自分はどの仕事するかな、みたいな。そうですね。感じ。僕はここですね。AI、ICT を活用した光熱費の見える化。うん。あと、セーブとかもやってますし。ってな感じです。で、この中の報告書を、まあ、後で説明しますけど、これ名前がですね、地域脱炭素ロードマップ。地方から始まる次の時代への移行という名前です。移行戦略。で、この中でちょっと注目したのは、実はインバウンド花盛り頃、地方自治体に外国人の観光客を呼ぶためのノウハウを教えるっていうことで、人材派遣型地域力創造アドバイザー制度っていうのがあって、東京から垢抜けたお兄さんがやってきて、田舎もんにいろいろ教えて、地方自治体のニーズに合わせていろいろ教えるっていう、外人呼ぶにはこうしたらええみたいなことがものすごい流行ってました。うん、でしょうね。フランスで修行した料理人とかが広島の山奥来てイノシシの料理を作って、これを売ってましたね。はい、結構ジビエが流行りましたね。ジビエが、はい、鹿の肉うまくなかったですよ。ジビエでわざわざ食わん方がいいと思います。いや、鹿肉は大変でした、ね、食べに行きましたけど、私食べに行きました、ジビエ。私も行きました。鹿カレーとかありますけど、鹿とあとイノシシ、うん、もうそれは定番ですね。北海道行ったらなんかお土産屋に必ずジビエのカレーが売っとって、何買っても美味しくないです。硬いし。そうですね。まあ唯一食えるのはイノシシだけど、うん、イノシシもまあ悲惨な話やけど、子供のイノシシしか食えません。っていうことで、そういうもののパターンで、今後は地域活性化じゃなくて、エネルギー、金融等の知見を持つ人材の派遣を強化すると、いうことを総務省が言ってます。こんな人材いないよ。いないよ。え？こんなにね。また、東京から垢抜けた人が来ますがな。いや、頭だけで実績とか何もなくてさ、金融とエネルギーなんて、私でもそこまでの知見は持ってないですよ。内閣府、いや、これはいけると思う。僕はもうこれに多分呼ばれると思います。地方創生人材支援制度にグリーン分野を新設、うん、これ今までやっとったやつですよ、うん、観光とかでこう能書き言う人がおった、うん、再エネ導入等の地域脱炭素の取り組みを通じて地域課題の解決を図ることができる専門人材の地方自治体への派遣を強化すると、うんうん、いうことです。よかったじゃないですか、森下さん。これから仕事バンバンじゃないですか。はい、うん、まあ、もう一つ、うん。首長や地方自治体の職員に対する再エネ導入等の脱炭素実現のメリット、手法等について、理解を深めるための研修を充実させる。うん、というのがあります。研修のお金払ってくれるんですかね。安く減らされる、大丈夫ですか。いやいや、僕、こういうことやったことありますよ。はい。某自治体で。うんうん。同じ話を1日4回させられて。うん、ああ。来る人たんび全員寝てました。うん。僕もそれに近い経験はなきにしもあらずですね。自治体の人がもうセミナーの時間っていうのは休憩の時間と思ってる。まあ、よくわかります。はい。ね、忙しいですからね。はい、うん。で、4回同じ話しよると飽きるんで、途中で話をこう、うん、
買いたくなって買えたんですよ。そしてえらい怒られましてね。うん、ああ、わかるわかる。それはね、よくあるケースですね。それはすごいな。でも本当あるあるですね。はい、てなことで、これが新しいなと思いました。うん、今までこの地域、村おこしみたいなことを東京から来て、いや、もう来た時点で僕嫌な感じがするんですよ。うん、田舎の人に、その垢抜けた人が教えても。うん、っていうか今もコロナの影響でそんなデルタ株持った人は地方に来てもらって困るから。そうそう、今もダメだった。うん。多分みんな多分、まあウェブでやるんでしょうね。ウェブだったらますます効かないですよね。いや、エネルギーは大丈夫ですよ。うん、いやいや、あの、そういうね、だから、あの、こういう研修も東京からウェブでやるとかいう形になるんでしょうねって言ってる。はい、まあ、なかなかでも現場に行かないと何がいいかっていうのがわからないですね。うん、で、じゃじゃじゃーん。問題よ。これが本、まあ、プレゼン資料です。これは、国地方脱炭素実現会議という、6月9日の会議でまとめられた資料です。すごいね、これは、はい、内閣府が主導してるんでしょ？環境省だと思いますね。え、環境省なの？はい。ああ。いや、どこが主導ってことは書いてないですけど。うん。目次はこんな感じです。ロードマップのキーメッセージ。地域づくりっていうことで、地方にやってほしいことが説明されてます。多分、全国の首長を集めて、環境省が、あの、説明会をしたんだと思います。その時の資料です。大体、政令市と都道府県の知事。本人が来る場合もありますけど、代理人がほとんどです。うん、代理でしょう。本人来ない。いやいや、本人が来るとこもあるんですよ。これは、あの、なぜかというと、100都市を選んで、そこに重点的にお金をつぎ込むっていう計画ですから。うん、いや、本人来るでしょ。あ、岡山市とか、やる気のあるところは、本人が来るんですよ。うん、素晴らしいじゃん。はい。地域脱炭素は地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に貢献します。で、ここちょっといいなと思ったのは、一人一人が主体となって、今ある技術で取り組むと。うん、いうことで、ちょっと夢物語は入ってないです。うん、ここがちょっと実現会議なんで、うん、夢ある会議、今ある技術です。再エネなどの地域資源を最大限、地域の活性化、地域課題の解決に貢献ということで、経済雇用、快適利便、循環経済、防災減災ですね。まあ、広島、昨日も土砂崩れが起きましたけど、まあ、ゆうちゃなんですけど、大体似たような場所ばっかりですね。そうですよ。どこで起こってもおかしくないですよ、もうあれは。はい。うん。最近言われるのは、エネルギー代券の地域外収支は、地域外支出が上回っていると。うん。なんか、循環経済とか、域内経済っていうのを出した本があって、これがものすごい流行ったんですよ。うん。知ってます。うん。はい。そっからもこんな話が。削減レベルの要件っていうのがあって、これ民生レベルが中心に実質ゼロを目指してます。ですね。地域づくりは再エネポテンシャル最大活用。住宅建物の建築物の省エネですね。うん、
だから EV の話、デジタル技術とか、まあ、うんうん、電気、熱、燃料の融通とか、うん、まあ、いろんなことを全部盛り込んでるんですね、脱炭素だというテーマで。うんうん、そりゃそうですよ。で、エリアがこんな4つに分かれてまして、自由生活エリア、ビジネス商業エリア、その中も3つあります。地方の小規模市町村、大都市の中心部、それから大学キャンパス。自然エリアは4つに分かれてます。で、最後が公的施設。ここはちょっと脱炭素先行取り組みの分析、まあ当たり前のことが書いてありますので、重点施策で一番が屋根置きなど自家消費型太陽光発電、地域共生、地域非益型省エネ、あ、再エネ。何この非益型って初めて。これも難しい感じなんですよ。悲劇っていうの分かりますか、水野さん。全然分からないです。まあ辞書にしか載ってないですけど、人の役に立つっていう意味です。他の人にも役に立つっていう、まあ僕は知っとったわけじゃなくて調べただけです。再エネと再エネ電気調達、セブカビルですね、住宅建築物の省エネ性能、カーボン、ゼロカーボンドライブ、まあこういうことです。資源循環高度化を通じた循環経済への移行、コンパクトプラスネットワークによる脱炭素まちづくり、これがね、前言っとった村井さんと再エネ電気をやり取りする話です。食料農林水産業の生産力向上、持続性の両立、まあ、これ細かいことが書いてあります。成功事例です。ソーラーカーポートもこの中入ってますけど、この中も成功事例が書いてあります。細かいです。これはゼロカーボンドライブ、資源循環、コンパクトプラスネットワーク、農業の生産庫、金融もあります。地域によって地方自治体、金融機関、中核企業が主体的に参加した体制を構築ということで、これ今ある団体をここにマッピングしただけになってますけど、水平連携で、さっきの最初に僕が説明した人材派遣がエネルギー、金融等の知見を経験を持つ人材派遣の強化、地域力創造アドバイザー制度、出前指導っていうふうに書いてあります。で、最初に環境省とかじゃなくて、すべての省庁が何ができるかということをここに羅列してあります。環境総務省、内閣府、農林水産省、経済産業省、国土交通省、文科省。文科省は大学の地域内を、なんちゅうかカーボンゼロにするっていうことを、モデルタウンみたいにやる。まあ昔からやってますよ。はい、環境先進大学とかいう形で何も成果出てないですよね。いやいや、今からでしょう。で、もう やっててもうだんだんとこう下火になってきて 4-2 でグリーンデジタルによるライフスタイルイノベーション、今から全ての商品に温室効果ガス排出量の見えるかという、いやもうカーボンフットプリントの復活って私が言ったじゃないですか。はい、マークがつきます。うん、
カーボンフットプリントですよ。それからグリーンとデジタルっていうことでポイント制。チームマイナス 6% の頃思い出すね。はい。地域の温室効果ガス削減ポイントをこう地域循環経済みたいなのに使うと。まあ、発想素晴らしいんだよね。本当。はい。いつも。はい。ふるさと納税の返礼品で地域の再エネって書いてありますけど、まあ返礼品ってなんかグルメのやつがなんか食い物探しとるみたいな。ああ。これから何も来ませんから。あの、ふるさと納税したらその地域の CO2 が減るっていう。うん。どうですか？素晴らしい。ってなことだと思います。アクション30って言って、こういう取り組みやってくださいっていうのを30個挙げてます。ですね、これ、細かいこの表題だけになってますけど、渋滞、循環経済の移行。イメージ、ここは面白いですよ。うん、全部絵になってます、うん。住宅団地、ちょっと大きくしましょうか。住宅団地が、のイメージがこんな感じです。うん、スマート LED 照明っていうのもあります。これが住宅団地の集合住宅中心の場合は、こういうイメージです。これ一枚作るのにいくらかかってるかわかりませんけど、さっき最初に見せたのが、地方の小規模市町村の中心市街地っていうやつです。まあ、こんなのみんなあれですよ。あの、トーマツとか、そのあたりにお金払って作文作りお願いしてるんですから。アーストン&ヤングとか、そのあたりに。はい。官僚たちが本当に今考えたんじゃないですよ。まあ、それぞれこう、何パターンか。僕はね、あの、地方って言っても、地方にはいろんなもんがありますよ。で、それぞれ名前をつけるべきだと思って、ずっと考えとるけど、ええのはないけど、ここに名前をつけてますよ。地方の小規模市町村の中心市街地、うん。次は大都市の中心部の市街地、うん。そして大学キャンパスの特定サイトっていう。うん、農村、農産村、うん、漁村、うん、離島、うん。っていうように、一括りで地方というんじゃなくて、こう、観光エリア、国立公園とか。そういうようにこうエリアに名前をちゃんと付けとるっていうところが、うん、この報告書の偉いとこです、うん、よくできてるね今までこう一緒くたにするから何のことかわからんのですよ、うん、東京以外は全部地方ですから、うん、いやそれだってもっと考えなあかんね。だから日本が日本の形をどうしようとしてるかなんだよね。そのもう本当にあの東京をどんどん、まあ、分解していって地方都市だけでやっていくのか地方中核都市を中心にやっていくのかとかね国の形がないんだよねというのとこの作文を見ていつも本当にあのこんなことに金かけてバカだなって本当思うのはその費用対効果の部分をね これを実現するためにどれだけ あの実際投資が必要コストがかかってリターンがどこに いくらあるのかとそれを、これを民間企業にビジネスチャンス探しなさいって感じで出してるから、あの、全然これが実現する気がもう何、1ミリもしないですよね。1% もしないですよね。金額についてはこの本文参照です。細かく書いてあるんですか？はい。すごいです。経済効果とか、これで雇用が何人増えるとかいうのが全部書いてます。ああ、その、
経済効果もよくあるんですけども、また経済学者がいろんな経済効果を測ってますけども、投資に対しての経済効果っていう観点あまりないんですよね。非常に投資も大雑把なね。はい。まあ、数値を出しとるっていうことはなんか計算はしとるんだと思いますけど、うん、これ一冊、60ページぐらいありますけど、うん、村井社長も読まないけんですよ。多分寝る。60ページあって、読むとこは43ページ。うん、ソーラーカーポートに多く用いられているアルミニウム合金作りの小規模な建物について、建築確認申請手続きの簡素化とともに、高基礎一体型のソーラーカーポートについて、高と基礎が一体化した工法であっても、建築基準法の基礎に該当する旨の解釈の明確化を行うというのを国土交通省が書いてます。ちょうど今日渡辺課長が広島市に聞きに行ってます。あ、これは今、国土交通省に見て、もっと早く検討中です、うんうん。だから国交省の属議員の人に、突っかかっとる人が多いんでしょう。うんうん。ですね、多分。はい。ああ、大変だな、やっぱりな。その辺も絡んでくるもんね。はい。だけど、課題、これを解決するって書いてますから、うん。そうですね。それはもう、そうするがないと。もう、だって地べたに置くだけでは、もう屋根と地べたに全部置いても、たかだか 6% ぐらいしか増えないんだから、新しいね、置く空間を作っていく流れは絶対にあるよね。はい、水の上に置く、地上にカーポートを作ってその屋根に置く。水の上どうですかね、今回の水害で。そうだよね。河川敷の太陽光が水没しとるとこありまして、ね、相当あるでしょう、形としては、うん。広島の太田川の河川敷もなくなってましたから。なくなってたね。はい。ゴルフ場まであるところ、まだこれ終わってないからね、今週も続くからね、本当に。はいはい。はい。うん。だから、その辺の、街づくり、レジリエンスのね、街づくりからしていかないといけないですよね。だから、森さん言ったみたいに、住んじゃいけないとこに住んでる人を移動させるしかないよね、これを機会にね。形としては。まあ、まあ、水害については、要するにマンションとかだと、基礎を杭まで売っとるから、絶対ビルが流れることはないですよ。うん、で普通の一軒家っていうのは、うん、地面の上に屋根の多さで乗っかっとるだけですから。うん、だから中国は全部マンションですからね。うんうん、まあ、中国はマンションを、竹で作ってますからね、本当に。もう竹じゃないでしょ。ああ、でも本当そうでしたよ。15年ぐらい前とかね。すごい、すごいです。水野さんがセミナーは大盛況やったらしいですけど。あ、本当に。ああ、ありがとうございます。報告を、はい。満席で、やらせていただいて、またちょっと増枠をいたしまして、26と28にやることになりました、8月の。参加者の満足度はどんな感じでした？終わった後のアンケートとか。一応、全員合わせても8人の、が満席だったんですけど、すごい、いいですね。そのうち、2名ドタキャンだったんですよ。うん、で、6名のうち、それはウェブで？あ、ウェブで。はい。で、6名のうち4名の方が個別相談につながりました。マーケティングの教科書みたいな。でもこれからはセミナーってそんな感じですよね。やっぱりセミナーに参加している方々は、やっぱその場でいろいろ聞きたいことって実際に強い興味を持って参加していればしてる人ほどあるんですよね。だからそこでやっぱり、ちゃんと質問ができて、双方コミュニケーションが取れることが大事ですよね、形として。いや、本当、そうですね。
まあ、あの私たちも結局今、はい、あの太陽光の、まあ、カーボンニュートラルのコンサルってことで森下さんと一緒にその一つの会社の社長さんはじめ幹部全員関係者に集まってもらってあのこのカーボンニュートラルの流れをきちっと伝える、まあ、あの勝手に出張セミナーって言ってますけどもこれ一番いいですわ。結局ねセミナーに参加して社長来ないときは計画部長が参加してね、うん、やっぱその時のあの臨場感とか社長に伝えられないですよ。確かに、うん、だからそういう部分ではそのやり方はとても今自重に合ってるような気がしますね、うん、形としては。あ、そうですね。でもその場で決裁をしてもらわないとね、はっきり言ってね、うん、そんな気がしますね。いちいち役員会を持ってて決裁を仰ぐようなそんなも時代じゃないような気がしますこれ、ズームになんか書類を出して、相手が反抗するみたいな仕組みがあったらですね。ああ、ズーム、あ、書類あ、ズームに。あ、もうそのまま申し込みしようってことですか。いや、ズームを、ズームファイルが送れるじゃないですか、相手に。あ、はい。で、その送った書類に反抗してまた返してもらうみたいな。ですね、反抗はなくなるでしょうね。いや、反抗はなくなりませんよ。いや今ね、ハンコなくそうと結構皆さんやってる。いや、最初にその河野さんがハンコなくすって言ったけど、大変な反発を食らってから。だって真っ先にあのハンコ屋さんの団体が政治家使って行ってきたじゃないですか。困ると。ハンコは中国とその属国にしかないんですよ。うん。で日本人も最初に金印をもろうて喜んだぐらいですから、うん、あのヨーロッパみたいなところにはハンコはないです。王朝がコロコロ変わっとるけん。そうですね、サインですもんね。え、うん、そうそうそう、サイン。そうですね、うん、まあね、あ、まあ、私の友人とかもあのハンコがなければもっとリモートできるのにって言ってました。うん、わざわざそのハンコのために借りていかなきゃいけない。ハンコの方がいいんですよ。そうなんですかね。私、あの、某もみじ銀行とリモートっていうか、オンラインでこう契約書を交わしたときに、それが個人と会社とですね、両方でデジタル照合せないけんから、ものすごい大変やったですよ。でセキュリティがきついけん、一回来たやつのパスワードを覚えとって、それを入れて、今度は本物のパスワードが来て、続きはものすごく複雑です。なるほど、まだそこが。ほいで、これ2時間かかりましたよって言ったら、次回から窓口でハンコお願いしますって言われた。結局あのハンコをなくす、まあ、日本人らしくハンコをなくすことがメインになってしまってね、ハンコがいらない業務フローを考えたり組織を考えることが第一義にあるんだけども、本当それができないよね。あの組織全部フラットにして、あの社長以下全部同じ、ね、社長からの放射線での組織にしたらハンコなんかいらないですよね。もう社長との信頼関係だけで、はいはい、それでよろしくで済む話じゃないですか。あ、その辺やっぱり、うん、まあ、責任を分担する仕組みですからね、まあ、基本的には組織は軍隊から来てるんで、まあそうですよね。でも未だにありますよ、私は聞いてないっていう、まあその段階ですよ、日本の組織。それは私は聞いてないと。はい、いやいや、うん、村井理事長から教えてもらった岡山県の岡山市か、うん、はい、の補助金は太陽光は5分の1、ね、上限が100万円。100万円ですね、はい、はい、あ、100万円条件あるんですね、はい、そう、500万円以上のやつやっても100万円、うん、まあ、あれでしょ、国から補助金もらったらその補助金額を引いて5分の1ですね、形としては。いや、そこはちょっとまだわからんのですよ。あ、でもそういうの聞きましたよ。そこ確認。もしそれじゃなかったら。国の補助金の方に自治体からもらったら、それを除けって書いてあるから、うん、両方にこう矛盾しとるんですよ。そうなん、はい、うん。
でもまあ実績として去年両方きちんと取れたってことがあるんで、まあ、両方は取れますけど、うん、どっちを優先するかっていうのはあります。あ、どっちを優先するかってなるんですね。国の方の補助金の方が多くなりそうなんだから国を、あ、違う、わかんないか、大体も同じぐらいです。要するに、うん、例えば500万が100万円補助金もらったら残り400万で、うん、それに対する補助金なのか、うん、でも国の方はキロワット5万円だからキロワット4万です。岡山市を先に戻った方がいい、うん、ああ。岡山市先に申請したらいいってことですか。まあそういうこと、先っていうか採択が早かったらいいですけど。うん。じゃあそうしましょうよ。もし、あのステレージパリティ。タイミングだから、なかなか。いやいや、ストレージパリティが9月がまだ残ってたら、先に。それ申請受付、申請受付じゃなくないんですよね。先に OK が出た方ですね、形としては。それがまたよくわからんし、申請の時に他に出す予定があったら、それを名前を書かなきゃいけないです。うん。まあでも、よくわかんないところはチャンスだし、やりましょうよ。で、岡山市の場合は、はい、太陽光以外の LED 照明とか、空調にも補助金が出ます。うん、それは太陽光と絡めての？関係なく、別個。うん、CO2 削減に関わる設備に対して補助金。ちなみに見える化は100万円。補助金が出ます。だから国の制度が、ですね、補助金制度で最も早いのはどこか知ってます。一番早いのはどこか。環境省？東京都。東京都ね、はい、東京都はすごい。東京都がやったことを環境省が真似をして、うん、環境省が辞めた頃に岡山市がやっとるみたいな。いや、わかりますよね。東京都本当早いですよね、はい。はい。東京で流行った服が廃れてきて、売れ残ったやつが岡山市で売れるみたいな。うん、あんまり言うと怒られますよ。はい、あ、そうですか。そんな感じです。ああ。そうか、東京都早かったですもんね。でいろいろありましたもんね。でも他じゃ終わっとる LED 照明がまだ岡山市は残ってます。ああ、すごいですね、岡山。はい、そうそうそう。だからさっき説明した地域で100都市を選ぶって書いてあるんですよ。うん。それに手を挙げたいから岡山市は積極的です。うん。逆にそういう都市がこれからできてきたら、そういう都市ではこういう、まあ、当然補助金が出てくるってことですね、形としては。はいはい。ただ素晴らしい流れじゃないですか。はい。やる気のある人がですね。うん。広島県は難しいです。広島県。はい。JFE 抱えとるから、温暖化あんまり問題にしたくない。うん。まあ、鉄鋼業界ひどいもんですからね、はっきり言って。ひどい、ひどいというか、まあ、燃やすのが仕事ですから。うん。いやいや、そのメールで送りましたけども、業界の力を使ってね、CO2 の削減の目標を極力抑えてるし、はいはい、巨額の利益を上げてるし、うん、なんで今売れとるんですかね、鉄が。中国があれじゃないの、生産量、まあ調整してんじゃないんですか、形としては。うん、まああと建設は相変わらず根強いじゃないですか。東京オリンピックの需要もあったし、はい、まあでもまたどんと間違いなく落ちますよ、形としては。海外需要ですよね。うん、まあ海外はすごい、まあ、うん、まあ、中国もどんどんアフリカに持ってってましたよ。そりゃすげえ鉄使いますから、橋を作ったり。あ、新興国はやっぱりすごい、うん、すごいですよ。うん、それは勢いですよ。勢いすごいですよ、新興国ですよ。うん、うん、ってな感じですよ。ってな感じです。はい。うん、SDGs のロゴが。ロゴが。また。ちょっと水野さんにちょっと感想を聞いて選んでもらいましょう。
あ、今本当ですか、ちょっと見たいです、ね。今、こう画面出ないんですか、こういうやつ。まあ、に難しい課題を。はい。これちょっと見にくいな。はい。ごめんなさいね。これは何、あ、すみません、何のロゴになるんですか。 SDGs ビジネス総合研究所、ビジネス総合研究所の、あ、それ右側の方ですよね。これなんか一体型じゃないかなと思うんですけど、一体型で、これ自体が、うん、あ、単純に SDGs のこっち側だけはもう実際使えないでしょう、形としては。だからちょっとこういうふうにちょっと違えた感じで、これ一体型のはずです。どうでしたっけ、この打ち合わせ、私前半入んなかったんで。森下さん。ですね。うん。これなんかそれぞれ意味が。うん、なんか森下さん、さっきの鳥は森下さんがトキをね。あるじゃない。いやいや、苦労したんですよ。単独でも使えるし、2つ並べても使えるっていうイメージなんです。あ、単独でも、はい。右も左も、こっち側だけでも。あ、こっち側だけでしょ。はいはいはい。こっちは全部 SDGs のやつなんで、変えられんから。あれ森下さんとかなんか他のそういう俺バージョンなかったけどな。あれもう一枚あったのかな。もう一枚あったと思いますよ。あ、もうプリントアウト忘れたわ。最後の方がいいね、なんか。一番下のやつとかいいね。これですか。うん。あと森下さんが好きな、トキがいてん。あの鳥はトキでしょ。あれはコウノトリになったんですよ。あ、コウノトリ、ごめん、すみません。コウノトリ。あ、やっぱり鶴が良かった。今更じゃけど鶴が良かったかなと思って。私あれ時かなと思っても確かにコウノトリなんで、ちょっと私も混乱してました。はい。で、コウノトリでうちの会社の女子社員が赤ちゃんの絵をつけるとか言って言うけ。いや、わかるわかる。あれコウノトリだわ。はい。あれ時じゃないわ、確かに。見た目が。ちょっと一回出します。はい。ちょっと水野さんに選んでもらいましょう。あ、他にもあるんですか、選択肢。いや、だからさっき、もちさん、順番。順番見せ、これの5倍あります。そんなにあるんですか。世界に名だたる奥村先生の弟子が作られたんです。すごいですよ。これ、上のはどういう、あの、何の表し、これ全部下にここ書いてあって、これは、なんか、森と山と。うん、ああ、本当だ。これ、イメージを。僕結構好きなんですよ。はい。これいいですよね。うん。あの、そう。地球、うん。これもなんかいいような気がする。うん。ちょっと待ってください。他にもいっぱいあるんだよ。そう、さっきの地球は SDGs の13番目のアイコンをモチーフに未来を見据えた私たちの瞳に映る地球を表現しました。ああ、なるほど。みんなコンセプトがしっかりしてます。うん、そうですね。なんかこれも素敵。うん。今度は C。これは誠実さ印象を主体で表しました。うーん、これ東京オリンピックのなんかオリンピックね、似てますよね。うん、すごいな、みんな気合入ってるよね。あー、つながり、今いいまで行きましたね。次 B、なんかあれですか、あのコンセプトカラーみたいなのってあるんですか。特にない、特にないですけど、僕はコウノトリって言ったからこんななってしまう。でもコウノトリは豊岡なんですよね。で、鍋鶴が山口県やから、うん、村井さんに鶴にすればよかったですね。村井さんおらんけん。 SDGs のイメージあまりないね、鶴って。いやいや、
陸の生き物を大切にとか、海の生き物ってありますけど、空の生き物はないです。まあ、まあ、鳥も。鳥は海も、海も渡りますからね、鶴は。渡るし、はい、陸にも、おりますからね。これは、これもコウノトリらしいです。これ真ん中にこれを入れたらちょうど合うようにしたらいいかもしれない。これも合体して。目になる。ああ。目か。そうなの。はい。この。これがなんかコウノトリ見えたよね。あ、本当はこれ。ここにこう赤ちゃんを顔ぶら下げろみたいな。そうだよね。これは羽が四角いね。うんうん。羽四角。うん。まあ、リクルートをパクった感じになりますね。こういう感じですけど、リクルートの。カモメは亀倉優作先生ですからね。それはもう亀倉優作先生と奥村先生は、まあ、どっちもどっちですごい大先生ですからね。はい、いやリクルートはカモメですから。向こうの通り、うん、まあ。我々は本当は、アホ踊りぐらいが合ってるんですけどね。アホ踊り。はい。A タイプがこれ。いや、もう結局、これがいい感じがしましたけどね、僕は。うん、わかるわかる。まあ、これは両方ないと意味がないね、この1個だけで。そうです。いや、でもこの下の文字がつきますから。うん。ここが、うん、四角になっとるっていう、うん、これも悪くないデザインです。これは何を意味してるんでしょうね、うん、リアさん。ラフができない。これ13番の色ですよ。ああ。ここ僕のお話を聞いてたので、まあ最近本当あの見つめてて。パッと見これがええなと思ったけどこれじゃあなんか、うん、あの金かかってない感じがしてるいやいやあとあのそうですねその別々でもし使うことがあるとしたらちょっと特徴的にはこれあとは分かりづらいかなってちょっと一緒に、うん、いやこれは使うんですよこの下の文字は下のものは、うん、使ってもやっぱり17色がないとちょっと弱いよね。うん。うん。私的には、あの、こう、山がつながってるやつがありますよね。これが、まあまあ、これ、これですね、これ、これ。ああ、それですよね。うん、それなんか素敵ですよね。うん、こう山からこう山がつながってるよね。ここにこう、霞じゃなくて、こう、あれじゃないですか。ここにこう、雲海がこう、あるような感じが、うん、日本の原風景として再生可能な。どこ行ったかわからん。それ何シリーズですか？え、これはね、タイプ D。タイプ D。タイプ D とタイプ E が良かったね。E のシリーズが。あとに行けば行くほど。タイプ E。D。私のは D。D。A、B、C、D。ありがとうございます。今のお話、楽しみ線での林さん的には、これは、何ですか？うん、これですか。うん。まあ、私、本当、日本版の SDGs を作り上げるべきだと本当思ってるんですよね。もうこれはやらないぐらい決めていいと思うんですよね。なんで17に こだわるのかなっていうかですね。うん、これも私結構好きですけどね。うんうん、の目の玉のやつ、うん。そうですね。地球が。瞳に映ってる。瞳地球、うん。微妙に凝ってますね、これは。うん、凝ってますね。まあ。なんか絵が連れとるし。うん。
なんかこれだけでも使えそうな。まあ我々も CO2 削減ブームの頃はつけてるのは地球のバッジでしたもんね。倉本壮さんの、あの、富良野の学校まで行ってそこで買ってきたね。やっぱり地球のバッジはインパクトありましたよ。へ、まあ、地球が温暖化だからね。はいはい、富良野自然塾に行ってきました。そうなんですね。じゃあ勉強になるよ。素晴らしいよ。確かに垢抜け取るのはこれかこれですね。なんか私もその2つのなんかどっちかいいなって思いました。ちゅうことでまあ。よかった、水野さんの意見ももらえて。はい。はい。これを終了する。もうマウスが画面を行ったり来たりするんで、どこ行ったかわからないようにすぐなる。はい。ということで、今日は、こういうことで、地方自治体から始めるカーボンゼロの話でした。いろんなことは、国を挙げて考えてますけど、やっぱ既存の枠組みでいろいろしようとするから、あんまりこうインパクトがないですね。カーボンゼロだから、もう今まで京都議定書も全くダメだったのに、いきなりさ、その何十倍も大きい目標を簡単にできるはずがないですね。そこの認識きちっとしとかないと、そう、できるはずもない目標に取り組んでいくんだという認識をしっかりさせたいですね。はいはい、まあでも本当にチームマイナス 6% とか知らない方々にちゃんと最後の姿を教えてあげたいですよ。とにかくね、チームマイナス 6% ってあってね、大手の企業なんかではね、家庭のね、CO2 も減らそうと。で、家庭で CO2 減らしたらその分、企業からポイントをもらえたりとかね、素晴らしい取り組みあったんですよ。それがいつの間にか知らないでしょ、そんなことって。大ブームだったんですよ、はい。そう。で、私なんかもチームマイナス 6% ってどんだけ講演をさせてもらったか。一挙にはしご外しがリーマンでね、形で、そんなこと言ってられねえってことになったわけですよ。だからそういう気持ちで取り組んでる方々もたくさんいるし、まあ大半そうですよ。分かってる方は、嵐が過ぎるのをね、頭をすぼめて待ってればっていうふうに。まあでも、すごい時代になってきましたね、本当に。僕がチャットで送っとる、電力シェアリングのやつ見ました、いや、見ました、見ました。すごいね、やっぱり。あれ、ちょっと村井さんからアクセスされたら。賢い人ですね。だから農業であの人はやっとるから、村井さんはその小売店とか流通でやればいいじゃないですか。アクセス。ノウハウは同じでできますよ。できますね。はい、ぜひやればいいんだ、あの人にアクセスしてコラボできればいいと思います。教えてくださいっていきましょう。はい。じゃあ今日はそういうことで、水野さんありがとうございました。ありがとうございました。一応この後ロゴの決定を。お、はい。はい、お願いします。わかりました。また改めて、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。はい。